注目の1番人気、5番サイレンススプーン。駆け抜けます。晴れ渡る空の、スタート。カツムの娘、揃って綺麗なスタートを切りました。誰が先頭に抜け出すか注目しましょう。サイレンススズカと声優スカイ、この2人が競り合っているぞ。サイレンススズカ快調に飛ばしていきます。さあ、花に立ったのはサイレンススズカ。このままリードすることができるか。先頭から大きく離されて2番手は声優スカイ、さらには16番2馬身離れて2番とどめをついて13番7番並んでくる3番水槽、その後からクラッチ用の王、少し後ろからアグネスタキオン。1コーナーからそして2コーナーへ向かっていきます。先頭から後方まで隊列は縦長になっています。仕掛けどころの難しいレースになりそうですね。先頭は相変わらずサイレンススズカ、続いて声優スカイ、サトシーさん16番後ろ7番、さらには2番1馬身差3番13番並びかけてきた。その後桜千代の王、そして外目を突き出しては岩早秀で第2コーナーを抜け向こう上面に入った。順位を振り返っていきます。依然としてサイレンススズカ、続きました星雲スカイ、3番手には7番、少し後ろから2番16番。やっと見えた、これが私だけの。その後3番岩早秀で並びかけてきた。少し後ろから桜千代の王、そしてアグネスタキオン、そしてそのうちから来たのは13番、外から外から1番。残り 1000m を通過。それを見るようにハッピーミーク、うちには12番ライスシャワー並びかけてきた。少し後ろから17番、さらに15番アドマイアメガ並びかけてきた。最後方ポツンと1人11番サイレンススズカ、先頭を進みますが、これは正解でしょうか。サイレンススズカ、彼女の客室には合っていますね。第4コーナーを進んで直線へ向かう。内から来るか外から来るか、最後の局面です。まだ差がある。ここから先頭を捉える子は出てくるのか。さあ、いよいよ直線だ。どのタイミングで誰が仕掛けるのか。栄光まで400、最後のコーナー先陣を切ったのはサイレンススズカ。サイレンススズカ、これは強い。余力を残したまま200を通過。余裕の走りだ。後ろをぐんぐん引き離して、これはセーフティーリード。サイレンススズカ大差で今ゴールイン。圧倒的な実力差を見せつけレースを制したサイレンススズカ、 URA ファイナルズ決勝を制しました。今ここに、これが私だけの景色。We'll be right back.